こんにちは。大家さん専門税理士の渡辺浩二です。今日ですね、税務相談 Q&A。自宅を買うなら個人名義が良い、法人名義が良いというテーマですね、お話ししていきたいと思います。はい、では今日の質問です。自宅を融資を受けて購入しようと思っています。法人名義で購入して、社宅にして住む方が良いか、個人名義で購入して、住宅ローン控除を受けた方が良いか、どちらが得なのでしょうか。こういった内容になります。このチャンネルではですね、私が過去メルマガで書いてきたおやさんの税務相談をですね、紹介していっております。よかったらチャンネル登録、高評価ボタンですね、ポチッと押していただければと思います。それから無料で税務相談ができるメルマガ、無料でインボイスのチャット相談ができる公式 LINE、こちらが概要欄から登録できますので、こちらもぜひですね、よろしくお願いいたします。はい。では、回答の方に行きたいと思います。まずですね、これ得かどうかっていう話なんですけども、おそらく税金上の得かどうかっていうところを聞きたいのかなと思いますので、まず税金上の比較、どういう点をですね、比較すればいいかっていうところを見ていきたいと思います。まずは、法人で購入した場合。つまり、自宅をですね、社宅として利用する場合なんですけども、こちらについてはですね、次の支出が経費になるということになります。つまり、自宅にかかる支出というのが経費ですよと。例えば、借入金の利息だったりとか、固定資産税、それから建物の減価償却費、それから火災保険とかですね、その建物にかかる支出というのが経費になりますよということになります。ただしですね、この役員であるですね、法人に社宅家賃を入れないといけないんです。これ、計算式があるんですけども、相場家賃の2割から5割程度。その面積によってですね、その計算が変わってくるんですけども、だいたい相場家賃の2割から5割程度ですね、会社の方に入れないといけないということなので、会社とすればですね、これが収入になるということになります。で、法人のですね、経費になったとしても、実際の節税額を見るとですね、法人税等のですね、実効税率、これをかけたものが節税額ですよということになります。具体的に言うと、所得が800万円以下であれば約 24%。800万円を超えると、こういった部分に対して約 36% が法人税の実効税率になりますので、そのかけた金額ですよということになります。で、一方ですね、個人の住宅ローン控除を受ける場合には、これ自宅としてですね、利用することが前提になります。つまり事業では使っていない自宅ですよっていうことになりますので、この固定資産税とかですね、減価償却費などの経費というのは、これは当然経費になりません。経費として計上はできませんということになります。ただしですね、住宅ローン控除というものが受けられますので、これはですね、所得控除といってですね、ダイレクトに所得税から引いてくれるものになります。で、これがですね、年末ローン残高の 0.7%。これが13年間からですね、控除受けられますよということになります。で、これをですね、ちょっと算式で比較してみたいと思います。まず法人購入の場合の節税額とすればですね、この社宅、自宅にかかるこの経費、引く、社宅家賃収入ですね。役員からもらう分。この差額分が、経費として計上できるという形になりますので、かけるですね、法人税等の税率になるわけですね。24% もしくは 36% ということになります。で一方ですね、個人購入の節税額とすればですね、年末ローン残高。これ限度額、上限額があるんですけども、これかける、0.7% ということになります。これの比較になるわけですね。これの比較ですよということになります。これ、もちろん購入金額にもよるんですけども、一般的にはですね、法人での購入の方が節税額が大きくなる可能性というのは高いかなというふうには思います。しかしですね。しかし、ちょっと落とし穴がありますので、ちょっとこの点はですね、ご注意いただきたいなというところがあります。ではですね、この落とし穴、法人で購入する場合のデメリット、見ていきたいと思います。これ2つあります。まず1つがですね、ローンが組めるかどうかという話ですね。つまり住宅ローンというのは、個人のマイホーム取得支援のためにですね、優遇された住宅専用のローンなんですよ。最大35年の長期間でですね、組めて、でかつ低金利で借りられる。もうかなり優遇されているというものですね。で法人でですね、これ社宅購入する場合には、住宅ローンでは当然借りられないんですよ。普通のですね、通常の事業用ローンになるわけです。そうすると、長期間なんて借りられませんし、低金利でも借りられないということになるということですね。こちらですね、期間も短くなって金利も高くなりますよということになります。ではちょっと例をですね、挙げてみたいと思います。例えば5000万円のローンを組みますよって言った場合なんですけれども、ちょっと比較の表を作りました。個人で住宅ローンを組む場合、法人で普通の事業ローンをですね、組む場合と。個人だと、の住宅ローンだと返済期間が35年とかですね、金利が 1% という形で、低金利で借りられると。でそうすると返済額ですね、月の返済額が約14万円です。で、一方法人でですね、事業用ローンで組むとですね、返済期間が、もちろん35年なんか組めませんので、20年とかになるわけですよ。で、金利もですね、2% とかという形になるわけです。そうすると、月の返済額が約25万円です。10万円以上ですね、変わってきてしまいますよと。法人の返済額の負担が大きくなってしまいますよということです。そうすると、そもそもですね、この返済額になるローンをですね、組めるのかっていうのは、銀行の審査次第になっていくわけですよね。というのも、金融機関というのは、返済原資がですね、明確にならない融資っていうのは、なかなかしないんですよ。つまり、社宅というのは収入を生まないわけですよね。アパートであれば、その家賃収入からですね、返済できるというですね、この返済財源ですね、返済原資があるというところで融資を受けられるという可能性はあるんですけども、社宅っていうのはそもそも収入生まないわけなので、そもそもこれ借りられるのかっていう話ですよね。どうやって返済するのか、その財源はあるのかっていうのが厳しく問われてくるということになるわけです。じゃあ今度デメリットの2つ目見ていきたいと思います。決算書が悪くなるっていう話ですね。仮にですね、別の不動産収入とか、なんか別の収入があって、当然返済は大丈夫ですよと。返済原資は作れて、融資が受けられるとしてもです。これ法人の決算書が悪くなってしまうというところですね。どういうことかというと、銀行がですね、重要視する決算書分析の指標っていうのがあるんですけれども、スコアリングシートっていうもので分析していくんですけども、その一つにですね、債務償還年数というものがあります。これ算式に表すとですね、こういうものですね。負債金額マイナス現預金割るですね、営業利益プラス減価償却費というものになります。これ、ちょっと難しい算式なんですけども、簡単に言うとですね、実質存在する借入金、負債金額から現預金を引いた、実質存在する借入金を支払い利息を控除する前、営業利益のキャッシュフロー、つまりですね、営業利益プラス減価償却費という形で、簡易的なキャッシュフローというのは、こちらで計算できるわけです。これをですね、何年で返済できるか、つまり割るわけですよね。この何年という形で出すんですけども、これを見る指標になっております。で、この数値が30年を超えていると、融資は厳しくなってしまうわけです。で、20年以内にすると、相当いい決算書っていう評価になっていくわけですね。で、もしこれ社宅を購入してしまった場合なんですけども、ローンが当然増えますよね。増えることによって負債金額は大きくなりますよと。で、またですね、社宅にかかる支出の経費になる部分が大きくなると。経費が大きくなりますので、営業利益は小さくなるということになるわけです。そうするとですね、先ほどの債務償還年数、こちらの負債金額が大きくなり、営業利益が小さくなるということになりますので、債務償還年数は長くなってしまうということになるわけです。そうするとですね、今後の融資に影響が出る可能性があるわけです。今まで良かった決算書がちょっと悪くなってしまってですね、融資に影響があるという可能性がありますよということです。そうすると今後ですね、不動産を購入して拡大していきたい方っていうのは、法人での購入はあまりお勧めしないかなと思います。確かにそれで節税はできるかもしれないですけども、計算書とかが悪くなったりするので、あまりお勧めしないかなと思います。ある程度ですね、拡大して、これ以上増やさなくてもいいという方であれば、法人で購入してもいいのかなと。いうふうには思います。ここら辺をですね、しっかりとバランスを考えて、どっちで購入しようかというところを判断していただければと思います。